こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、星野源のアンチ増えそうですね。では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。確実に一定数現れると思います。ですが、新垣結衣さんと結婚したことで叩くような人は、ただの性格が悪い人です。星野源さんは悪いことは何もしていませんから。もともと男性人気がないのでアンチも何もない。逆に希望が湧くかもしれませんよ。星野源のアンチ増えそうです。さらに増えますよね。あらゆる圧力で仕事も減りそう。お幸せに。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん。ま、そういうこっちゃ。ガンバ。終わりです。ご視聴ありがとうございました。